にちは。じゃあ、ジョイチャンネルです。お願いします。なんか今日元気ないんちゃいますか？いやいや、寒いですね。あ、寒いですね。それこの部屋がちょっと暖房があんまり効いてないっていうのもあるかもしれないですね。すいません。動きが。はい。すいませんでした。すいません。いやでも、なんか、なかなか世の中、今、朝ちょっとしゃべってましたよね、なんかさ。はい。株価は今、2万9000ですか。やばいですよね。こう、うん、まあ、バブルなんですかね、経済の実態が、ねえ、なんかこう、業績がそんなに良くないのに、株価だけが上がってる的な、ねね、お金が回ってないですよね、でもね、投資家の間で回ってるだけで、株やってる人とか、ビットコインとか、なんかそのやってる人だけ回ってるでしょ、まあ確かにね、しもじもこんだけ苦しんでるのに、これ、結局、ねえ、ジャブジャブお金すんのいいですけど回ってないんちゃいますかね。あ、なんかね、怖いですね。ねえ、投資マネーだけがダブついとるんですかね。そうそうそう、投資するとこないじゃないですか、ね、だからどうしてもね、お金でお金を回すみたいな感じになっちゃって、ちょっとしんどいですよね。あ、持ってる止める人だけがさらに勝つみたいな、知ってるやつだけが勝つみたいな。なるほどね。いやいや、ね、この動画見ていただいてる方とかね、やっぱり中小企業の経営者の方とか多いと思うんですけど、まあね、多くの方は今この時期本当苦労してあると思うんでね、はい、まあ、ちょっとそういう特定の止める方々の話はちょっと置いといて、はい、ね、ちょっとこれから頑張っていくぞとか、うん、まあ、コロナ明けた時にちょっと垂直でこう、はい、ガーッと離陸していく、ね、うん、ような話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、林さんも僕もどっちかというとこう営業バタ、ね、まあ、マーケティングであったりとか営業ってものを売っていく方の経験の方が結構多いじゃないですか、はい、まあまあ結局物を売らないとなかなかねお金がこう入ってこないので、はいはい、まあ、ちょっと営業の話とかっていうのを ね、 いいね、ちょっとしたいなと思うんですけど、はい、まあ、このコロナ禍の営業、うん、まあ、コロナ明けたポストコロナの、はいはい、まあ、営業のことについてちょっとね、うん、お話聞けたらなと思うんですけど、営業難しい、言うたら簡単なんですけど、うんうん、口にするとね、うん、お客さんの欲しいもん売ったらいいだけなんですけど、うん、なんすね、そうそう、言うたらですよ、はいはい、簡単ですけど、非常にそれが難しいのはなんでかなと思うんですけど、多分ですけど僕もこれ年数経て分かったことなんですけど、はい、営業がだからこの人が何欲しいと思って売ってないんですよね。ああ売ってこいって言われてから売りに行ってみたいな、ね、ああ、まあ売り手のロジックでね、そうそうそう、そう、はいはいはい、だから欲しい人を探してこれあなたにいるんじゃないのっていう提案をしてないんで、うん、どうしても売れないし、うん、またそんな教える時間もないじゃないですか、中小企業は。まあ確かにね、うん、なんか俗に言うと僕も野谷さんも、まあ一応ファンですけど阪神タイガースのようなもんですね。ああ育たない。ああ、なるほどね。いい選手入れても育たない。はい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 、はい、ジャイアンツ、うん、いい選手入れて育つし、でも厳しいからドラフト1位でも平気で切るみたいな。ああいうね、ジャイアンツって疎まれるけどやっぱりやることやってますよね。まあ確かにね。いや、なんかこう、なんていうんですか、うん、入団してから数年間はなんかこう、うん、なんかこうチャラい、なんかこう、はい、遊びとかがなんか、いや、僕らイメージですよ、うん、実際に僕らね、はい、ジャイアンツの選手と深い付き合いがあるわけでもなく、うんうんうん、なんか、すごいこう、なんですか、厳しくというか、うん、今までもめちゃめちゃチヤホヤされてた六大学のスターとか、うん、高校野球のスターとかでもこう、もう一回なんですか、うん、原点に戻して、なんかこう、すごい厳しく育てはるような、うん、そうね、ね、印象があるんですよね。なんかこう阪神タイガースのチヤホヤ、はい、ライバル球団でありね、もうそんな好きじゃないですけどジャイアンツファンの人見てたら怒りはるかもしれないですけど、しかしなんか憎らしいですよね。やっぱりそこの仕組みもきっちりしてあるような、しかし、うん、阪神はね、その本当に自分でいけるやつしか無理みたいな、こうなかなかね難しいんですけど、中小企業も一緒ですかね、同じかな。一番ね、野谷さん分かると思うんですけど、中小企業で一番の営業マンって誰か分かります？まあ、社長その通りじゃないとダメなんですよね。その通りです、その通りです。社長が一番の営業マンですよ。だからね、
これね、社長は営業を教えるのが本当は一番なんですよ。あ、本当はね、だって自分の会社じゃないですか。 で、自分がこれをお客さんにこれって思って作った会社じゃないですか、うん、一番よく分かってるはずなんですよ、会社のこと、うん、だからその人が営業を指導するっていうのは当たり前なんですけど、うん、なかなか社長も忙しい、うん、あ、いろんなことせなあかんとかあるんでしょうけど、これは悪循環になってて大変だと思いますね、うん、で、育つかなって言ったところに辞めたりとか、うん、で、またゼロスタートになったりとか、うん、いうのはよく聞くし、僕聞く営業、ね、中小企業でよくあるのは、あの年齢差が激しい、次入ってくる人の、はいはいはい、だから10歳も年離れた営業の先輩と仲良くできへんとか、うん、あると思うんですよ、企業みたいに毎年取らないから、うん、あって、いろいろ問題はあって大変ですよね。で、ズームとか今余計オンラインなんて余計難しくなってる。まあまあまあ、そうですよね。なんかこう、まあ僕ね、そのズームで営業とかあんまりしないですけど、うん、なんかズームで物を売るって結構大変なんちゃうかなと思ったりするんですよ。ですよね。僕らもね、お客さんのところでよく聞くのは、あのズーム、まあ僕ら大手なんぼやろと、ズームでやったらやりにくいとか言われますけど、もう普通に若い人はやってるんで、東京は、これほら車で例えるとマニュアルしか俺は乗らへんねんって言って、オートマチックは乗らへんねんって言ってるのと一緒で、うん、オートマチックって別に乗り慣れたらもうオートマチックでしょ。まあそうですよね。ズームも一緒なんですよ。やり慣れたらこんな効果的なものないじゃないですか、うん、1日何件回れんねんって。まあまあ確かに移動の時間とか ねもうかかんないですしね。雪で行かれへんとか、はい、雨降ったとか新幹線止まったとかないじゃないですか、うん、で、ね、で余計なことも喋らんでいいし、うんうん、ビシバシやれるっていうのもあるし、まあまあ今日もねあったかいですねとかね、まあまあちょっとね最初は天気良くないっすねみたいなね、うん、なんかこう前置きの話って結構対面やったらしますからね。めちゃめちゃ長かったりとかしますけど、うん、まあまあ本題に入るのがテキパキ言いますよね。そうですよね、うん、でなんかねあの時間決めてるというかね、そうそうそう、あの1時間取ってますんで、うん、みたいなんでね、うん、決まった時間の中でこうそうそうそう全て完結させる、うん、お客さんもそうでしょ。あの、ね、僕営業受ける側にしてもいいんですよ、うん、怖くない、うん、売り込まれへんよねっていう、あね、まあ最初やからまず話聞いてみようかなみたいな、はいはいはい、これって営業にとって大きいんですよ、うんうん、まずだからこれをチャンスと捉えるっていうのは大事だっちゃうかなと思います、うんうん、だからこれからの若い人はオンライン慣れてるから、うん、もっともっとなるし、これチャンスですよ。怖いですもん、大田ら折り込まれんのちゃうかなとか、うん、こいつ帰らへんのちゃうかなとか、うん、それないですし、嫌やったらもうピッて切りゃいいでしょ、うん、だから聞く方も肩の力が抜けるし、うん、僕いいと思いますね、うん、やりたいし、もうだけどただ一つやっぱりどうですか、世間話があるとか僕のイメージ見てもらおうとか好いてもらおうかなっていうのがなかなか時間が、ああそうですね、人で買ってもらうっていうのは難しいかもしれないですね。なのでしっかりね、はい、僕はセリフ考えて喋る方がいいと思います。あ、最初にもうシナリオね、うん、ある程度、うん、まあちょっと世間話して、はい、もう本題入ってっていうのをしっかり作って、はい、その通り喋る。そうすると先ほど言ってた、育たない営業マンがいらない、うん、ね、あのその通りしゃべったある程度の戦績残せる、あとは経験値で慣れていってもらう時間が生まれるんで、うん、あの非常にいいんちゃうかなと、僕営業育てる上でもズームはいいんちゃうかなと思ってます、はいはい、なのでまたそれもね、僕らまたそういうクライアントさんの希望にも乗ってますんで、僕シナリオ書いたり、うんね、僕らも考えてるんで、うんうん、ああそうですね、ズームのね、そうそうそう、はいはい、あのものによってね全然売り方変わると思うんですけど、そうですね、まあ、シナリオによって何ていうんですか、一定のって大変ですけども、めちゃくちゃ優秀な営業マンじゃなくても、うん、そうそうそう、ある程度のこう幅の中のスキル持ってたら、うんうんうん、まあ似たような同じような結果が出るようにはできるかもしれないですね。最低ね、うん、あの4番バッターは育てられへんかっても、うん、まあ、8番9番とかはいはい、通常打ってるようなねレベルの人ばっかりでも、そうそう、まずは野球できるやろ、勝ち試合ができるみたいな、ね、うん、次から育つのは待ちましょう、うん、まあ、さらに上にね、上のレベルに育ってくれたら、うん、ね、さらに、はい、なんか阪神の大山みたいに3年は我慢しましょうね。大山なかなかね、はい、いい選手、まあ元々ねドラフト1位やからね、うん、いい選手です。3年我慢しましたから、はい、いやいやいや、それぐらいは営業も追ってもらえる環境をね、はい、経営者も作ってあげればいいかなと
なるほど、思います。またそんなあったら言ってください。わかりました。します。はい、じゃあまたお願いします。はい、あ、さよなら。コメント、コメントといいね、なんか何を言うてんねんでも結構です。あ、そうですね。営業そんな甘ないぞとか、はい、そんなんでも結構です、はい、です、はい、言ってください。あんまり書かれるとちょっとへこみますけど、はい、じゃあ書いてください。お願いします。お願いします。どうもありがとうございました。